なるほどと。マラカス道を極めようと思ったら、まずこの4つを習得する。まあ、まずは3つで OK っていう感じで、バックはなくても OK。3つを覚えて、よくあるパターン3つ、3選がありますから、例えば、ロック、ポップス、歌物で結構激しい音量が大きい、音圧が大きい、中では、例えばね、これをこう、別に普通にこう2個持って、シェイカーの容量で振ってもいいね。はい、どう振ってもいいっていうか、シェイカー以上に自由度が高いから決まりはないんですよ。はい、決まりはありません。なのであえて僕が決めました。マラカスの奏法、発音が、あって、大きくですね、この4つができればもう何でもできると、どんな曲でも合わせられるっていう感じで、これは僕がつけたネーミングなので他の人に言っても通じません。クローズ、ハイ、ロー、バックっていう、4つで考えていただくと分かりやすいかなと思って名付けてみました。クローズっていうのは、まあ、マラカスがこうやって寝かせる、はい、これが、一番マラカスが出せる控えめな音、小さい音と言ってもいいし、あんまり目立たない音になります。そして演奏するのが簡単です。はい、これがクローズ。続けてハイ。ハイはこうクッと持ち上げて、こうファイティングポーズを取るような形で前に押し出す。前に押し出すとこの壁面にチャッっていう風に当たります。はい、でこれで高い音が出せますので、これをハイと呼びました。はい、で次ロー、ローはさっき言ったようにこのね、くびれ、この取っ手のところにくびれがある。まあ、まん丸だとねくびれないんだけど、取っ手の方に対して落としてあげるっていうか、こうシュッてこう収納してあげると割とこうクッくっ低い音が出ます。はい、お持ちの方は試してみてください。これをローと名付けました。低いってことね。だもんで、ロー、はい、ロー、はい、低い、高い、低い、高い、こう音色が変わったの分かりますか。はい、これを組み合わせると、クックカカ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 ってこう音程感によって抑揚つけることができる。これが非常にマラカスらしいやつね。はい、こういう演奏はこのハイとローができればできますっていう感じで、あんまりこう抑揚をつけたくないよっていう場合は、さっき言ったクローズ、こう寝かせてやると、割とこう平たいリズムになります。これは曲に合わせてっていう感じですね。はい、でこの3つができればもう大体何でもできるんだが、まあ強いて、やるとするとバックってやつ。バック何かっていうと、バックハンド、つまり自分の方に向ける、するとこっち側に当たって音が出ますね。こっちでもこっちでも鳴らせるし、こっちでも鳴らせたら、まあ、つまりこれダブルストローク状態っていうか、一振りでチャッ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 、はい、これシェーカーと同じですね。ワンエンアトゥエンアフィアフォーアワンアトゥアフィアワンアトゥってこう自分側に振って鳴らしたと思うんですけど、これを使うと、はい、腕の動きとして、1回ずつ振ったわけなんだけど、この反対側に当てると、わかりますか、チャ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 って今2回ずつこ右と左2回ずつ鳴ったので、タカタタタカタタみたいな、音型ができる。あるいはこれ非常にマラカスらしいと思うんですよ。こうなんていうか、譜面ではなかなか書き合わせないようなプラッフラッみたいな、なんとなくもう見えてきたでしょ。あ、なるほど、もうこれだけでいいんだと。
いう感じで、ね、でバックはプラスアルファ的な感じなので、今回できなくても構いませんというか今回は使えませんので気になる方はやってみてくださいっていう感じ。はい、リズムパターンはもうね3つ覚えたら十分っていう感じです。はい、もうこれ舐めてんのかっていう感じなんですけど、もうこんなんでいいんですよ。こんなんでいいっていうかね、これで十分。はい、これ何かっていうとこれ全部振ってるってこと。シェイカーと同様にですね、ワン、ツー、フリー、フォーっていう音楽の拍があったら、ワンイエア、ツーイエア、フリーイエア、フォーイエア、チッ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 。こうやって振ることが多いんだが、これをまあクローズで振ると、になるし、ロー、ハイで振ると、はい。こうなる。全然違いますよね、このリズムの感じが。これがパターン1で、パターン2は1 in a 2 in a のイを休みにした、つまりタッ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 っていうやつね。これが全部クローズ。これをロー、ハイ、ハイにすると。はい。これも同じ音型なんだけれども、演奏方法によって、全然印象が違うという感じです。で、最後、ボレロとか、すごいゆっくりなバラードなんかでよくあるやつで、タッタカタタッタッタッタみたいな細かいやつね。3って書いてあるのは、3連ってことなんだけど、タッタカタってこう。入れる感じです。全部クローズでやるとあ、後半変えちゃった。こういうのよく聞くじゃないですか。これいかにもこうボレロっていうかね、こうボールルームでこうゆったり踊るようなボールルームルンバとか、ですね。はい。で、今こう、ただ右左交互にタン、タカタタンってやったわけなんだけど、さっき言ったバックハンドが使えると、チャ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 。これができるから、こういう細かいのに向いてると言えるね。で、こう、構える、ローハイプラスバックハンドってやると、サルサとかで、振るようなスタイルになります。で、これは、こう、ちゃんとタン、タカタタンっていう、タン、うんうんうん、タンカチャチャってこう頑張って入れようとしてるというよりかはですね、タンタタタンタタっていう、さっきやった、タンタタタンタタっていうのを、早く振ると、この反対側に、なんか勝手に当たっちゃって、チャララって聞こえるみたいな。そんぐらいの感じなんですね。だからこれ、譜面で表せないっていうか、おらっブラッっていう、ニュアンスなので、これは非常にできるともうマラカスにしか出せないニュアンスになる。もう打ち込みでもこれ出せないと思います。タッタララ。で、これがもうほぼ全てです。はい、なるほどと。マラカス度を極めようと思ったらまずこの4つを習得する。まあまずは3つで OK っていう感じで、バックはなくても OK、3つを覚えて、大体ですねよくあるパターン3つ3選がありますから、この3選ができるようになれば、あとは、楽曲に合わせて、こう、ひたひたひたとこう静かに行った方がいいのか。あるいは、こう派手にね、アクロバティックに、ガガ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 ってこう、リズムを強調した方がいいのかっていうのは、選んでいただければ、いい感じになります。